今年のチャンピオンはどの馬か。16頭体制整いました。第2回ジャパンカップダート G1 スタートしました。横一線きれいなスタート、そしてスッと下げた格好になったのは黄色い帽子足毛馬対黒船です。さあ先行争いまず注目、白い勝負服ディグフォーイットアメリカ、それからやはりアメリカヒネラスロッシー、外国勢がこれはペースを握ることになるのか。そして去年引っ張っていった JBC クラシックチャンピオン、レギュラーメンバーは結局3番手外外、それほど前には競りかけてはいかない競馬になりました。1コーナーから2コーナー、この辺りも熾烈な心理戦が展開されているようです。先頭7番のディグフォーイット、早くも1馬身のリードを取りました。2番手は同じアメリカ勢ジェネラスロッシー、そしてそのうちにノボトゥルー春のチャンピオン、その後ろにレギュラーメンバー外目をつけピンクの帽子は4番手を回っています。そして4番のプリエミネンスエビナ5番手の位置、7枠の2頭うちキングオブタラフランス、そしてリドバレスは早めに行っている。リドバレスは1頭をかわして前からは5番手から6番手の位置を追走しています。安城ジェリーベイリーです。注目そして黒船が早くも中段に押し上げていっている。武豊前にいるリドバレスを見ながらと競馬という格好か。1枠2頭ミラクルオペラワールドクリークが中段の少し後ろ、そしてその後ろハギのハイグレードのピンクの帽子、内からは8番のウィングアローディフェンディングチャンピオンは中段のやや後ろといった位置、後ろから数えた方が早いポジション取り、5番手から6番手後ろから、そしてその後方11番のリージェントブラフがつけています。そして最後方までほとんど差がなく、最後方の赤い帽子オンワードセイットまでそれほど各馬差はありませんが、さあ場内がどよめく、黒船行く黒船行く黒船、早くも3番手に押し上げていった。先頭7番のディグフォーイットがレースを引っ張る形ですが、ここで変わったか。ジェネラスロッシー黒船5枠の2頭がかなり激しい動きを見せています。森の向こうを通過した、早々と動いた600標識、さあここで早くも先頭に立った、ここで早くも先頭に立った黒船だ。早々と武豊はここで先頭に立って、また直線があるがどんなレースを見せるんだ黒船。前走武蔵野ステークス9馬身ぶっちぎり、ものすごいレースをやっと遂げた黒船ですが先頭に立った。さあこの G1 の舞台でも黒船行く黒船行く、まだ黒船堂々余裕のリード、そして2番手は3番のノボトゥルーだ。後続勢なかなか詰められないが、3番手ミラクロミラとか詰めますが200を通過、ジールジール黒船だ黒船だ、そして2番手が熾烈になるが、ここでミラクロミラが2番手に食い込んでくる、外から外からウィキアロー黒船、強すぎる強すぎる、圧勝黒船。なんとなんと芝とダート JRA の芝とダートダブル G1 制覇、勝ち時計2分5秒9、時計はレコード時計はレコード、またしてもまたしてもレコード。